守りには乗らないのね。そこだ。メアちゃんの洗脳の力とはまた違うのかしら。いや、おばあさん、そんな洗脳って言わないで。目を大切にしてるのね。ちょっと入れてこい。分かった、こっちが変動なんだよ。そんな話は戻ってからにして。いや、みんな気をつけて。この子本気で来てるわ。魚女でも緊張するのかい。割れても貝が引く熊の置物と違って、ウルスバディは大事な基本なのよ。だから気を抜くなって。あれを真正面から食らうと痛いぞ。よっ、体の状態に気をつけろ。やろうぜ。覚悟。よくやった。今のうちに抑えるんだ。ベンディさん、お願い、落ち着いて。ファイヤー。うん、レッツパーティー。
じゃあそろそろ正門町に戻るか。うん、私も一緒に行くわ。こんにちは。あれ、今日はどうしたの？お決まりですか？お買い上げありがとうございます。何になさいますか？おお、なんといううまさなんだ。またのお越しをお待ちしております。
何になさいますか？またのお越しをお待ちしております。何が欲しいんだい？いつもありがとうね。お決まりですか？お買い上げありがとうございます。ビジネスの話なので、可能であればこちらの店長と話をしたいのですが。え、あ、そのうちの店長は今いるようないないような。おっしゃってる意味がよくわからないのですが。いるのかいないのかはっきりしてください。勇者様の言うように、店長様は現実と非現実の間におられる方です。お二人ともお引き取りください。リオ王子さん、いいところに。あのね、この方たちが店長と話がしたいって。俺がここの店長だ。そちら何かご用ですか？ヨモお姉ちゃん。メオ、どうしたの？怖くないよ。いや、すみません、お嬢さんを怖がらせるつもりはなかったんです。これは私の名刺です。どうぞお見知りおきを。ヘスペリアグループ特別顧問バンダック。ああ、最近よくニュースで見るところね。おお、そんな世界的大企業がなぜうちみたいな小さな店に。まさかトイレを借りに来たとか。店長は本当にご冗談が上手で、実は本日伺った要件は他でもなく、この店を含む正門町の店舗すべてを弊社に買い取らせてください。
ようこそ。たっぷり金を落としておくれ。何？ん？なんだ？フェスから戻りました。おかげさまで。うん、オーナー、マイケルオーナー。変だな、スピーカーも電源がついたまま。平日とはいえ人が少ない。オーナーのギターピック、そして次元の亀裂の残留エネルギー、店長に連絡を入れなければ。バカ言ってんじゃないよ。献血といえば、初めてバッヘに出会った時、店長さんが吸血鬼扱いしちゃって、そしたらバッヘは自分は菜食主義者だって怒ってたよ。メティさんもそうなの？いえ、
若と違ってベティは吸血種です。あ、これ。でも何でも食べます。さあ、食べ。へや、はっ。ドン。さあ、よ、へや、ドン。はっ、さあ、よ。はっ、ドン。とどろけないね。さあ、ドン。よ、はっ。おっしゃ、はっ。へや、よ。さあ、ドン。へや、さあ、はっ。そりゃ、よ、ドン。さあ、はっ。へや、はっ。たっとれ。よ、さあ、ドン。あたれ。ドン、よ。さあ、はっ。へや、はっ。さあ、ドン、よ。はっ、ドン。へや、さあ、おっしゃ、ドン。
何になさいますか？またのお越しをお待ちしております。ようこそ。たっぷり金を落としておくれ。